今回の御所は皆目称、遷ずるところは天も捨てたまえ、諸難にもあえ、神妙ごと遷。痛快、究極的には天も日蓮を捨てるなら捨てよ、多くの難に遭うなら会おう、法華経にこの命を投げ打つ覚悟である、です。皆目称は1272年文永9年2月、四条金吾を通して門下一同に与えられた御所です。皆目称は大聖人が出資心の三徳を備えた末法の御本仏であることを明かされた任本尊開見の書です。この御門は大聖人の正法瑠布への大誓願です。皆目称をご執筆されたのは佐渡流罪中辰野口の法難の後であり、大聖人に対する迫害の嵐が吹き荒れていました。そして大聖人が法華経の行者ならば、なぜ書店前人の加護がないのかという疑問が渦巻き、多くの門下が退転していきました。大聖人は過去世の罪業によって現在その報いを受けていることなど、あらゆる経文を通してその疑問を一蹴されています。そしてこの御門を通して、究極的には法華経の行者を書店前人が守らなくても、また大難に次ぐ大難が起こったとしても、それでも正法を流布していくんだという強い決意を示されました。一心の幸福だけを願うのではなく、一切衆生の幸福を願う末法の御本仏のお立場における揺るぎなき大誓願です。私たちの個人における目的は一生成仏です。成仏とは一生のうちで自身の生命に仏の境界を開いていくこと、つまり絶対的幸福境界を勝ち得ていくことです。仏の境界とは自分だけの幸福を願うのではなく、万人の幸せのために尽くしていく境界です。つまり自身の一生成仏、絶対的幸福を願うことは、万人の幸福を願い行動することとイコールなのです。私たちには大聖人の表された御本尊と大聖人と同じ南無法蓮華経の生命があります。ただし妙門妙理の祈りでは何事も成就しません。遷ずるところは天も捨てたまえ、諸難にも会え、神妙ごと遷。何があってもこの信心を貫いていくんだという不退の決意をもってしてこそ、大聖人の生命と呼応し、ご本尊から無限の苦力が引き出されるのです。